なんだ？こいつ、頭の上に妙なもんつけてんな。お前、怪我してるじゃねえか。どうしたんだ？草の化け物にやられたんだ。草の化け物？母ちゃんの病気を治すために薬草を取りに来たら襲ってきて。じっとしてろ。今手当てしてやる。それより長鼻の兄ちゃんを助け、僕を守るために向こうで戦っ。長鼻のお兄ちゃん、行くぞ。大した怪我じゃなくてよかった。応急処置はしたからな。俺たちが戻ってくるまでじっとしてるんだ。うん。話は後だ。その化け物を切り倒す。おう、俺が相手だ。必殺火薬星。いてぇ。俺の出番か。竜巻。そっ、止まんねえかだ。やられてねえ。これで元気になるぞ。うわ、ありが悪いが、加減するつもりはねえ。怪物のパワー見せてやる。アームポイント。相手にとって不足なし。そこをどけ。俺を狙ってるのか。これでどうだ。大丈夫か、チョッパー。ウソップ、無事でよかった。まあ、当たり前だ。俺がそう簡単にやられるわけねえだろ。それより、ここは一体何なんだ。いきなり変な亀裂に吸い込まれちまってよ。ヒステリーだ。ヒスタリアだよ。
そう、それだ。チョッパー、説明してくれ。その記憶のほつれをほどく鍵を見つければここから出られるんだな。うん、リムはそう言ってた。鍵か、しらみつぶしに探すしかねえか。そういや、さっきやった坊主、頭の上に妙なもん乗っけてたな。そういや、あの光ってたやつ、あの坊主が鍵だってのか。それは分からねえが、何か知ってるかもしれねえ。あいつのところに戻ってみよう。無事だったか、坊主。あ、お兄ちゃん。お兄ちゃんこそ。当たり前だろ。俺は偉大なる海の戦士。あんな草なんかに負けるわけねえんだ。ところで、お前、その頭の上にあるのって。え、何のこと。その浮かんでる輪のことだ。分かってないみてえだな。どうしよう、これじゃ何もわからん。そうだ、俺、薬草を探さないと。頭の上の記憶のほつれにそっくりな光の輪、ヒスタリアから脱出する鍵か、鍵につながるヒントに違いねえ。どうしたの、お兄ちゃん。あ、いや、なんでもねえ。それより、薬草探し、俺たちも手伝ってやるよ。また化け物に襲われるかもしれねえからな。聞いた話によると、薬草はこの辺りにあるはずなんだけど。手当たり次第に探すしかないな。近くまで行けば、俺の鼻で嗅ぎ分けられるかもしれねえ。そりゃ頼りになるぜ。褒められても嬉しくねえぞ、この野郎。それじゃ行くぞ、お前ら。あう。なあ、みんな。どうした、チョッパー。もしかして、もう薬草を見つけたのか。あ、いや、そうじゃなくて、さっきの戦いで不思議な感じがした。
確かに妙な力の流れを感じたな。言われてみれば俺も感じたな。まあ今はそうだな。俺に任せろ。この先には薬草はなさそうだ。それなら戻った方が良さそうだな。怪物のパワー見せてやる。くらえ。
やるか。竜巻やるぞ。刃こぼれすら己の恥だ。やるじゃねえか。俺の番だな。待ってろ。どうだ。みんな怪我したらすぐ言えよ。でかしたチョッパー。ボス、薬草見つけ。ありがとう。これで母ちゃんの病気が治せる。これで記憶のほつれも解消できるな。ああ、力も取り戻せる。離せこのガキ、その薬草よこしやがれ。こっちは大金のためにその草ずっと探してたんだよ。なんだあいつ。武装してやがれ。仇じゃねえな。おいおっさん、そいつの手を離せよ。先に見つけたのはこっちじゃねえか。ああ、なんだてめえらは。引っ込んでろ。おい、おめえら、こいつらを黙らせろ。やる気みてえだな。坊主、今助けてやるからな。俺の出番か。竜巻！まだだ。俺は戦士だ。みっともない姿は見せねえ。射す！解放！俺の多彩な変形点見せてやる。トゥーアームポイント。引かねえなら切るまでだ。鬼誰か早く止血を。これで大丈夫なはずだ。引かねえなら切るまでだ。そこどけ。まだまだ。これだ。もらったぜ。大丈夫か、チョッパー。おう。坊主。あれ、あい
つどこ行ったんだ？助けて！うるせえ！おとなしくついて。あいつら坊主ごと薬草を持ってきやがった。おそ、あいつを助けねえと。目を離した隙にさらわれちまうとは。大丈夫かな、あいつ。とにかく後を追うぞ。の、もう追いついてきやがったのか。諦めて暴走を返せ。こいつがこの薬草を渡せば返してやるよ。いやだ、母ちゃんの病気を治すためにはこれが必要なんだ。なら交渉決裂だな。待て、そいつに手を出すんじゃねえ。心配すんな、ウソップ。あいつは一人だ。何かする前に。一人だ？スナッファッファ。果たしてそうかな。俺にはな、心強い用心棒の先生がついてんだよ。あ？用心棒の先生？なんか。あの笑い方。いいから構えろ。食われても知らねえぞ。では先生、やっちまってください。一体どうしまったんだ。理由はわからねえが、あのトカゲには悪い。そうだな。あう。準備 OK だ。鬼！行くぞ！俺について来い！必殺！火薬星！今がチャンスだ！受け取れ！助かった、チョッパー。きっちり肩をつけるとするか。鬼！助かった、チョッパ。お前を倒す三段はつけてきた。必殺火薬星。切りがいがありそうだ。鬼！
行ってなんかいねえぞ。これで元気になるぞ。鬼相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。必殺カラス星。怖くなんてねえぞ。行くぞ。切りがいがありそうだ。鬼俺だって強くなったんだ。こんな奴にどけ。切りがいがありそうだ。行くぞゾロチョッパー。トラ黒天ウソップやれ。おーの方が強い。それだけだ。すごー。そんなサンドラオートカゲの先生が。おい、スノホ、まだやるか。許してください。ボス、大丈夫か。ありがとう、お兄ちゃん。母ちゃん、大事にしてやるよ。うん。じゃあ、俺行くよ。本当にありがとう、お兄ちゃんたち。ウソップ、ゾロ、チョッパー。無事に記憶のほつれを解消できたみたいね。ああ、バッチリだ。ところで、向こうでトカゲと戦ってる時に妙な感覚があったが、あれ？俺もそれ感じたぞ。ああ、俺もだ。リム、なんだかわかるか？多分だけど、あなたたちの中にあったつながりのようなものじゃない。つながり？記憶とともに、そういったものも奪われることがあるみたい。私にはよくわからないけれど。つながりね。よくわかんねえ、リム。記憶のほつれは？ええ、きっと。それなら見つけ次第解消していくのが良さそうね。次は絶対に俺が行く。ウソップたちだけほつれの中で冒険してずるいぞ。そういう理由かよ。Okay, so I'm gonna wrap right here. So thank you so much for watching the video. If you watch the video all the way to the end, make sure to leave a like on the video. Every like helps the channel. Thank you so much, and I'll catch you in the next video. Peace.